回、就労支援プログラムっていう、その社会的養護のね人たちのアフターケア事業ということで、はい、君ラボって決めまして、それに、鈴木社長に、はい、来ていただいていろいろお話しいただきました。はい、まああのお話の中でやり抜く力とかね、あのいろんな、キーワードのお話ししていただいたんですけど、はい、社長が今日お話ししていただいたこと少し、社長自身で少しこう、はい、お話しいただけると嬉しいかなと思うんですが、まあなんか人生訓みたいな。まあそうですよね。はい、まあいろんな経営者長くやってきたってこともあるんで、はい、あのまあいろんなこう困難があるんですけど、はい、困難を乗り越えるのには、はい、まあ、柔軟な思考、頭をですね、柔らかくしておかないと、はい、何かが起こった時に、いや、これはできません、これはできます、では、ちょっとなかなか対応できない世の中なので、まずは柔軟、頭を柔軟にしましょう。なるほど。はいはい。で、もう一つは、いろんな困難があっても、もう無理だわと思ったら終わっちゃうんで、困難に打ち勝つために強い心っていうのは、持っておかないといけないと思いますね。で、もう一つは、あとは、あの努力することを忘れちゃいけないと思うんですよ。努力なんだかんだ言ってもですね、はい、やっぱりこう諦めずに頑張り抜いたやつこそやっぱり最後は生き残るっていうところがあるんで、まあ頑張ったら成功するとは限らないんですけど、頑張らないと成功にもならないんで、チャンスも来ないんですよね。はい、だからこれはやっぱりきちんとあの自分なりにこだわってやっていかないと、まあ、成功にはならないだろうなっていう、まあ、この3つはやっぱり大きく今日は言いたいことだったかなと思いますよね。はい、柔軟な頭と強い心、はい、そして努力し続けるということですね。成功し続ければ、はい、まあなんか道は開けるんじゃないかなと思います。なるほど。やっぱそういうあのまあそうだよねって思うし、まあ世の中そうなっていると思うんですね。ただまあ一方で、何かその頑張ることとかに、そこまでいかない、うん、頑張れないみたいな人たちもやっぱりいて、うん、なんかこう僕らがその今関わっている若者の中にはそういう人たちもいてですね、うん、なんかそういうところであのその頑張るきっかけ作りとかチャンスというかね、なんかそんなことをあのずっとやっていきたいなと思ってます。はい、なんであのパセリさんにもこうしてね、あの君らも最初から関わっていただいてご協力いろいろいただいております。今後とも、はい、まあね、手伝っていただけるってことで、視聴者の皆様には、ぜひあのどんどん協力させていただいてですね、はい、いろんな好きなものが見つけられる、そういうことのきっかけ作りになればと思いますので、まあいろいろご利用くださいます。何とぞ。いやいやいや。可愛がってやってください。あ、いやいや、こちらこそ。そんな、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、ね、こうしてずっと、助けていただいていますが、今後のお約束もいただいた気持ちよく終われるというところで、はい、終わっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。